鍋を愛する皆さん、こんにちは。おはチャンネル、本日はですね、最近インスタで流行りの暗殺者のパスタを作っていきたいと思います。時代の流れに乗っていきたいと思いますよ。焦げないように焼き付けていく、これこそね、ステンレス多層鍋のお箱ですから、早速今からね、作っていきましょう。じゃあまずはニンニクをね、みじん切りにしましょう。さあ今日はね、このフライパン1個でいっちゃいますからね。イタリア人はね、オリーブオイルにこだわる。これね、僕がたくさん試してきたね、オリーブオイルの中でも美味しいやつの中ではコスパ抜群で、そこにニンニクで冷たい状態でね、中弱火で加熱していきましょう。さあちょっとね、プツプツプツといってきましたね。いい香り出てきました。そしたらここでね、トマトピューレです。今日はね、このトマトペーストも使うんですけども、何が違うのって言いましたら、トマトをね、3倍濃縮したものがピューレで、6倍濃縮したものがペーストになります。ちょっとこれで知っとくとどやれますよ。で、今回はこのピューレの方ね、それをね、いい感じになったフライパンの中に入れます。こんな風にね、急な温度変化はね、コーティングだったらね、絶対ね、ダメになっちゃいますけども、ステンレスはいいんですよ。で、均一の熱伝導性だからね、一切焦げない。で、すぐまたこうやってね、プツプツといってきますので、このタイミングで麺を入れます。で、ちょっとね、うまく入りませんけども、まあ大丈夫です。そのうちしなとなりますからね。中弱火だったらね、トマトペースト焦げませんのでね、ちょっとしなとさせるため蓋しときましょう。さあ、ちょっと2分ぐらい炒めましたけど、どうだろうね。あ、うん、麺がふにゃっとしてまいりました。で、ちょっとこうやってね、並べまして、もう少しね、炒めていきましょう。本当にね、一切触ってないけどね、焦げることはありませんからね。焼き目はつくけど焦げはしません。これが一番嬉しいですよね。じゃあこれちょっと麺に絡めましたら、もう一回ね、蓋しときましょう。その間にスープ作りね、はい、ボウルにね、これペーストです。そしたらね、お水800なんですけども、少しずつ、でね、200cc ぐらい混ざっちゃったらね、もうあとはね、ざーっといっていいです。そしてお塩小さじ1、粉末だったらコンソメでも美味しいですよ。さあ、それじゃあね、お鍋から蒸気上がってきました。どうでしょうね、麺は。わかります？だいぶ焼きついてる。でもね、焦げてないよね、これ。焼き目だけ。よし、じゃあこれね、ちょっとずつ入れていきましょう。2回ぐらいに分けて入れるといいかな。で、スープが入りましたら火加減ね、中火です。今回のね、この暗殺者のパスタ、ステンレス鍋でやるポイントは2つあります。まずはこのね、ピューレが焦げない、麺に焼き目はつくんだけど焦げません。で、もう一つは、今日のこのレシピね、本来だったら麺 200g だったんで、水分もっと多いんですよ。ただお鍋自体がね、火を通すスピードが速いので、他のレシピと比べるとね、水分半分ぐらいでも全然上手にできちゃいますから、そういったね、熱効率の良さもね、またいいお鍋を使うね、メリットになっております。さあ、これでね、一回水分を全部飛ばしまして、もう少しだけ焼き込みますね。もうね、一生懸命触らなくてもいいですからね、片付けちゃいましょう全部。はい、このパチパチって音分かりますか？こういう音がしてきましたらね、ちょっと焼けついてますよっていう合図なので、いい感じですね。焼き入ってます。1個も触りませんけどね、うん、ほんまに焦げない。どれぐらい焼き目をつけようかなっていうぐらい、むしろこれ今日のコンロね、これ真ん中しか火ついてませんでしょ。だけどこれね、真ん中の方もね、端っこの方もね、焼き色一緒なんですよ、こことここね。それだけで熱伝導が均一って分かりますでしょ。よし、じゃあもう残りのスープ入れて、あとね、水分飛んだら出来上がりです。スープね、他のレシピでは温めてるのが多いんですけども、多分入れた瞬間に温度が下がるのが嫌だからだろうね。ステンレス鍋は鍋の蓄熱力でね、温度保ってくれますから、全然水でいいです。そしたらね、お鍋1個使わなくていいですからね、洗いも減るしで、絶対こっちの方がいい。じゃあこれちょっとあまりにも鍋ほったらかしていいので、パセリでも刻んどきましょうか。赤と緑合うしね。じゃあもう一回パチパチという音がしてきましたので、もう OK です。これね、こんなにかき混ぜたらね、お箸絶対くれないに染まりますからね。木べらとかね、木のものはやめましょうね。なんか金属のものでね、混ぜる方が絶対いいですよ。スプーンとかでもいいから。はい、じゃあこれでね、完成です。さあ、出来上がりました。
菜めちゃくちゃ美味しそうです。麺の硬さちょうど良さそうやね。じゃあ早速いただきます。お、濃厚。これ正味ね、お塩しか調味料入っておりませんけども、トマトの旨味でしょうね。トマトに入ってるリコピンはね、加熱すればするほど栄養価も高まるって言いますし、栄養的にもグッとね、お味も美味しい人だったらもうこれね、願ったり叶ったりでしょう。しかもね、ちょっと細かいことを言いましたら、均一の熱伝導性のおかげでね、焦げないっていうのもあるんですけども、麺がね、ドロッとしないんですよ。これはちょっとね、比べてみないとね、はっきりはね、伝えにくいんですけども、お水ちょっとでね、パスタしますとね、出来上がるんですけども、大体ね、ドロッとするんですよ。それをね、このステンレスのね、包み込むような熱伝導によって、パスタをドロッとさせない、そういった良さもありますから、フライパン1個でできてね、楽だけじゃなくて、お味もね、ワンランク上にできますか、これはね、ぜひやってみてください。というわけで、本日も動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。おさチャンネルではね、本当に安全で安心なご飯をね、手早くできるようにステンレス鍋を使った活用方法をご紹介しておりますけども、皆さんが普段ね、本やスマホを見ている中で、あ、これいいなっていうメニューがありましたらね、ぜひね、コメント欄にね、 URL とか貼ってね、教えてください。おさチャンネルでね、それをね、ステンレス多層鍋風にアレンジして、またこの動画でね、ご紹介していきたいと思います。きっとね、工程が2つ3つね、省けると思いますよ。そしてもう一個、動画のですね、こちらのサンクスと書いてあるボタンを押しますと、動画に投げ銭ができます。うわー、この動画ほんと素晴らしかった、これはなんかただで見るのはもったいない、そんな風に思っていただけたら、ぜひこちらのサンクスボタンからですね、応援よろしくお願いします。またね、お金を払うことではないけど、まあ良かったよっていう場合はですね、このグッドボタンというのがありますので、そちらを押していただきますと、また今後のね、動画作りの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。食べ物って本当にね、1日2日じゃね、体って何も変わってこないんですけども、続けていくと圧倒的に違いますから、人生の幸せにおける一番大事な健康を、毎日の食事からね、作っていきましょう。今日の動画ご覧いただけた方はね、こっちも気に入っていただけると思いますので、よかったらぜひ見てください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。